はい、今回はですね、五十嵐ルアプロに来ていただいて、クラブモーションナビゲーター購入して作ってみたの回です。この前に少し練習してもらって、相当クラブモーションナビゲーターが言わんとする動き、自分の動きがちょっと今問題があって、それをこの練習器具が修正してくれるっていうのに対してどうだった？全然自分の思ってるのと違う動きで、カメラで見るとめちゃめちゃ良くなってて、こういう動きなんだってすごい感動と驚きがあります。今そうね、もともと五十嵐ルアプロの動きっていうのはちょっとクラブを溜めすぎて、ポイントを前で捉えすぎてしまうような癖があって、結構フック傾向がきつかったりするんですね。でこの練習器具ってそういうちょっとした個性とかっていうのを許してくれないんですよ。なのでそれで打ち続けてきた結果、かなりコンディションも上がって今いい状態になって、じゃあここで練習するだけではなく日々練習しようっていうことで、五十嵐プロご購入ということでですね、じゃあせっかくだったらですね、組み立てのところからもう一度見せてほしいと。多分これ購入していただいた皆さんは来てですね、これ組み立てるっていうところで、どう組み立てるんっていうところからスタートしてしまうと思うので、五十嵐プロにですね、はい、この状態、これもこういう状態でお手元に届きます。だったらこの組み立てるところから僕がプロにアドバイスするようなところを見ていただいた方が分かりやすいかなと思って、今回の動画を作成しております。じゃあちょっと開けてやってみようか。はい、はい、箱を開けたら、いや僕初めて見るので、完成品しか見たことないので、ね、はい、見たことないので、はい、このような状態で袋に入っておりますと。はい、じゃあ開けてください。はい、中に取説というかですね、何が入ってるかというような紙が入っています。ただこれにはですね、使用説明は書いてないんですよ。基本的には物が何が入ってるかっていうことが書かれているだけです。はい、一応後日ですね、簡単な取説は中に入れようと思っているので、これから購入していただく方は動画だけではなく、一応作り方というかですね、そういったことは少なくとも紙だけでもある程度分かるようにしておきたいなと思ってます。出すとですね、どうだった？中に2本入ってる。でこれちょっとサイズ感の L と M サイズっていうことなんですけど、書き分けがされてないんですけど、ちょっと長さ比べてみて、そうすると、短いものと長いものとあります。でこれもだいたいざっくりで言うと、腕の長さとかにもよっても全然違いますけど、170センチ以上の方であれば L サイズでいいのかなと。腕がすごく短いと思う方は M でもいいと思います。女性とかジュニアとかであれば当然この小さいサイズを使っていただければいいと思います。一応誰でも使えるようにですね、2つ用意する必要性があったということです。はい、じゃあルアーは長い方でいいかな。はい、ゴムのバンドのサイズも2サイズ入っています。脅威が大きい方は長い方、細い方は短い方ということなんですけれども、どうですか？結構ありそうだね。あります。じゃあ長い方、はい、はい、でそれを組み立てますと。じゃあどう組み立てようと。まずバンドこうくっついてるので、マジックテープ剥がします。はい、4箇所穴が開いているので、そこに通していきます。下からちょっとこの角度で。ああ、そっか、こうか。はい、下、違う、ここのグレーの部分をめくって。ああなるほど。この中から、そう、あんまり引っ張ると取れちゃうからね。そう、軽くめくって、で引っ張る。そうそうです。そしたら今度上から通したところを、今度上から下を通す。ああなるほど。そうです。で、はい、もう少しこれ引っ張ってみようか。長さ調整で、そうこれぐらいかな。もっと引っ張ってもいいですね。半分よりも少し引っ張った状態で、そこから今度逆方向、上から、こちら側で上から、はい、向き気にしてくださいね。こうやって引っ張った時にこれぐるぐる回ってるとよれちゃうので、首にこう引っかかる位置なので、これだとよれないと。はい、下から引き抜いて、はいはい、で今度上から、でまた引っ張って、はい、一応これで首が通せるところができてるんですけど、これだと当然ちょっと長さ足りない感じしますよね。なので長さ調整しましょうか。こっち引っ張って、はい、しっかりと首通せるスペースで、もうちょっとこれも下引っ張って長さ調整して、あ、これで首に引っ掛けてつけられそうだっていう長さできましたよね。でこれで一回着てみましょう。
はい、この胸のパーツが上すぎると結構詰まってしまうので、でもこれちょっと下すぎますかね、もう少し引き上げていきます。だいたい胸の中心付近、はい、この辺り胸の中心付近に来る長さでしっかり調整します。でこれ後ろつけてみようか。はい、はい、もうきっちりとこのようにゴムバンドで伸び縮みするので、これマジックテープで固定します。はい、はい、これで胸のパーツが完成しています。はい、で続いて小袋、この小さい袋の中にはグリップとのコネクターが入っています。サイズは S、M、L、LL の4種類が入っていて、金具は2つ入っています。でそしてこの六角レンチですね、これはゴルフクラブのカチャカチャと同じ形状をしているので、それこそピンでもキャロウェイでもどこでもカチャカチャと同じですから。はい、で普段グリップ何使ってるんだっけ。ゴルフプライドです。はい、ゴルフプライドのノーマルの 50g ぐらいのものかな。はい、だいたいほとんどの人はいわゆる普通っていうサイズのものであれば L で対応できると思います。でイオミックとか少しグリップのエンド径が細いものは M サイズがぴったりくるかなというふうに思います。これは多分 L なんです。なので L、 ここにサイズが書かれています。わかるかな L。 じゃあ例えば M、 おこういう感じ、わかるかな M。 はい、ちょっとキャップの状態で取り付けてみたいと思います。これつけたことある？いや、ないですね。ないです、ないです。わかるかな、ここに線が入っていてギュッと締め付けてるんですね。でこれを緩めた方が入れやすいんだから、ちょっと緩めてみようか。はい、軽く、あんまり回しすぎると落ちちゃうから、できれば2周ぐらい、はい、カチッとやって2周ぐらい、1、はい、緩める方に2、あもう十分ですね。はい、緩めました。そうすると少しだけ幅が広がりました。でそれを装着するんですけど、できれば練習は8番アイアンか7番アイアンを中心に練習していただけるといいと思います。でもちろんショートアイアンとかドライバーでも装着できますけれども、基礎練習としてはその方がつけやすいので8か7で練習していただければと。これね、つける時のコツはこのトップブレード、ここですね、トップブレードのラインを一つ基準にして取ってもらえばいいんだけど、これよりもちょっとだけ右方向に回したらいい。これぐらい、ここをめがけてちょっとエンド入れてくれるかな。その今の線、このキャップのラインがトップブレードのライン、もしくはラインよりちょっとだけ右に向いたぐらい、これぐらい、ここぐらいがいいかな。で右に向けば向くほどハンドファーストで当てやすい状態になります。例えばリーディングエッジに向けたらもうめちゃくちゃ開いちゃうので、これは絶対ダメです。なので少なからずトップブレードに合う感じで、これがねショートアイアンとかウェッジになるとこの中に向くんですよ。なのでちょっと今分かりにくいので、8とか7だったらトップブレードぐらいでいいかなと。五十嵐プロは少しハンドファーストヒッターなのでちょっとだけ右方向に振ります。できた？はい、合わせたらそれをグッと押し込む。今これまだほら深く入ってないでしょ。深く入ってないと取れやすくなります。なのでこれ深く頑張って押し込んでみな、ギュッて。そう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 、もっともっと、ほらこれ今中途半端、もっとこう横で見ながら一番深くまで入ります。うん、角度もいいんじゃないですかね。でこの状態にしっかりします。しっかり深くまで差し込む。で深くまで差し込んでもバーンって打ち方でひねっちゃうと取れちゃうんですけど、取れても壊れてないです。もう一度しっかり差し込んでください。これキャップ閉めてみようか。しっかり、まあ2周やったら2周ぐらいかな。はい、これでグッとホールドしてるんでより抜けにくくなりました。で今度はこの伸び縮みするシャフト部分とグリップエンドのキャップとの接合を外してつける。この時にキャップなくさないようにしてください。コロコロってね、2階打席から転がってなくなると大変でしょ。そこじゃないこっちしかないじゃないどこに突っ込もうとしてんの。はいはいはい、そう、はい、でキャップ閉める。逆逆、こっちキャップ締め方わかるでしょ。はい、これできるだけしっかり締めてくださいね。打ってる間にこの辺の緩みが出て落ちるとかもありえます。なのでできれば気づいたタイミングでしっかり締めるっていうのがおすすめですね。ずっと打ってるとなんか知らないで緩んできてポロッと落ちたりとか、そういうこともあります。なので気をつけてください。これで完成。これ
こっち側から入れるんですか、こっち側から入れるんですか。あ、ごめん、あ、これか。これ右利きの人はこっち側にキャップがある方が締めやすいんですよ。だから左利きだからね。あ、そうそうそう、はい、ごめんごめん。これ一応右利き仕様で説明するとこういうことになります。五十嵐プロはですね、右打ちなんですけど左利きなんですよ、はい、それで今多分逆の方に回って、そうです、ね、一応言い訳をしとくということにしておきましょうか。はい、はい、ということです。なので右も左も全然どっちも関係ないんですけど、おおよそ右利きの人は右側にキャップ来た方がいいよねと、で右側にこの回すのあった方が楽だよね、右サイドにあった方がやりやすいよねということになるので、この方向だと。別にこれが逆になっても特段この練習器具の効果効能に関係はないと。でまた左打ちの方もこれは全然使えますので、右打ちだけではなく左打ちの方もこのように使っていただければなというふうに思います。これでね、完成してるということなんですけど、次の打って見せる編は次回の回でお見せしたいと思いますので、今回は五十嵐プロがクラブモーションナビゲーター作ってみたという回でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。